はいいありがとうございます何かお二人からもいろんな話すると思うんで最初にちょっと聞いておきたいんですけどね今一番関心を持ってるってことをお一人ずつちょっと答えてください、はい、あの僕の関心分野はですねずっと保守という保守思想って、まあ、哲学とか、まあ、思想がずっと興味があるんですが。 ずっと僕はもともと、まあ、いわゆるネトウヨと言われるような、まあ、日韓断行と言ったりですね、なんか中国人が日本からいなくなれば、日本はよっともっと良くなるとか、そういう考えを持っていたんですが、まあいろんなその保守に対する文を読んだり、特にエドマンド・バークとか、あの松田さんが動画撮られていらっしゃった、エドマンド・バークとかを読んでいくうちに、日本の保守は保守じゃないんじゃないかなと。 まあ、いろんなその、夏目漱石もそうですし、小林秀夫とか、複雑にありとか読んでもですね、彼ら誰も日韓断交なんて言ってないですし、むしろ保守は態度であるというふうに複雑に荒れは言っているわけですね。そういうのを見ると、日本の保守って今言われている人たちっていうのは全然保守じゃないんじゃないかという怒りがですね、あって、それが一番の関心分野でして、まあ何か賛成と通じてそこも残すことができたらいいなというふうに思っております。 の次は自分にはい <laughs> えと一番関心を持っていることはあやっぱりあの食とか健康のことに関して発信をしたいなと思っているのでそういうことが一番興味がありますでまだ私も勉強中なんですけども自分が勉強したことをどういうふうに人に伝えるかとかひたひどういうふうな言い方をしたらどうあのなん,かなんですかね伝わるのかとか、まあ、そういうことに一番関心があります はい、<laughs> あの、アラ々ちゃんの話につながるんですけど、私が今一番関心があるのはデザインなんですね。で、あのー、最近よく、の実際に自分で絵を描いたり、あのー、パソコンで作ったりとかするんですけど、えっと、その、私たちが思っていることをどうビジュアルで伝えるかっていうのが、なんかすごく大事なような気がして、今、若い人たちの中でインスタグラムとか、その分かりやすい情報っていうもの、 和を若者の心にはヒットするみたいなところがあってこうどう今のこう政治と私たち若者をつなげるかみたいなそこでなんかこうどういうふうにこうデザインしていくかみたいなところにすすごく興味がありますえっと僕はですねあのお金を稼ぐことですね。<laughs> <laughs> あの やっぱいろんなやりたいことあるし、世のため人のためとかやってやりたいことはいっぱいあるんですけど、なんか今自分のやることに精一杯になっちゃってる自分がいて、やっぱその経済的自立をしないと、結果、理想論だけ求めても何もできないっていうのが本当にそうだと思っていて、なんでそのどれだけスピード感を持って早くあの自分で自立して、で他の人のために力を注げるような自分になれるかっていうのを日々考えて、あのそれが一番関心を持っていることです。はい。 白羽さんどうでしょうかいやーなんか若者と話してる感じしないですね。<laughs> もうなんかもう老練な人たちと会ってるう <laughs> もう私の人生が恥ずかしくなるような話ばかりなんで、で、お一人お一人ね、なんかあのー、ちょっと聞いてみたいと思うんですけどね。あのー、今一問ぐらいずつですね、出しますからまた答えてください。あのー、玉井さんね、 その保,守保守っていうことを随分言ってますけどね。で、あのー、例えば一つ一つのこんな党にね、政治なんか任せてらんないって言ったじゃないですか。例えばね、一つでいいからね、あの、うん、あの、これみんなに聞いてからね、答えてね。えー、まあ、私がもう長年所属した共産党なんか任せてらんないと。私も全く同感なんですが、あのー、なぜかっていうことを後で教えてください。それとですね、岡田さんね、あのー、 すごいことをやってんですよね。すごいことをやってる。あの、なあの、自然栽培なんでね、もう、最も、世間で言うと、先進的なことをやるんでね、もう自信満々っていうのが伝わってくるのね。で、これを伝えなきゃっていうのはあるんだけどね。その、この自然栽培がいかにね、今の日本にとってね、大事かっていうふうに思ってるかっていうことを教えてください。それとね、三宅さんね、えー、三宅さんはいろいろやってますね。 で、今さい、最後、デザインのも話したけどもね、私ちょっとね、あ、これはね、ちょっと大事だなと思った。街づくりの話しましたね。街づくりっていうのは、あの、いろんな、あの、要素がね、入ってくるんですよ。政治ってのは実はね、地方政治は特にね、街づくりに始まり、街づくりで終わるんですよ。何かあったらね、人がやっぱりね、行きやすい場所を作るって、あの、ソフトの面も、ハードの面も、街づくりなんですよ。 だから、街づくりってよくね、あの、街路の街って書いて、作りって書く人もいるけど、違ってね、今、本当はね、最近、あ本当の意味で、えー、そういうソフト面、心の心理面と、その、ハード面も統一して、ひらがんで街づくりって書くんですね。結構私ね、共産党時代からこの街づくりって思想をね、 耕した人たちにだいぶ訓導を受けてるんですね。僕は政治,政治家の秘書をやってるときにね、アドバイスを受けてたんでね。だからその街づくりとそのデザインもそうですけどね、えー、街づくりとその人間らしい暮らしというものをね、考えたときに、えー、三宅さんはどんなことを今お考えになってるのかなってことをぜひ知りたいなと思ったんですね。それから林本さんね、もうなんかすごい苦労してるね。<laughs> いや、信じられないですよ。そんな、んなあの、まあ、 やんちゃなのはね、お父さんの顔見りゃわかんないね。うん、うん、大体わかんだけどさ、あのー、にしてもですよ、あのー、素晴らしいことを最後に言われたと思う。自分を変えるには環境を変えることと、まさに、えー、私もじじじだけど、 お環境を自分で変える努力をすると自分が変わるっていうのを実感してるんですよね。まさかね、こんなね、共産党の下働きの人間がね、YouTube でこんなに当たるとは思わなかったですよ。聞い <laughs> て,て。これは環境を変えたからなんですよね。で、まあ、思い切りが大事だったですよね。あのー、もう、あと、どんなにやっても20年ぐらいだろうと。活躍できるのに。そうした時にもうね、いろいろ気にしないでね、自分の上にはもういないようなもんだと60を超えたらね。 も総理大臣だってなんだって対等だぐらいに思って、言いたいことを言おうと思って、最近はずずしくですね、あの小室問題まで口を出してましてね。あの、これは言わざるを得なかったですね。みんな遠慮してるけどね。あの、恐れ多いんだけどね。やっぱね、これはね、私はね、共産党やっててよかったと思う。あ、共産党は言うことだからしょうがないなと思ってくれるからね。あのー、まあ、そういうのはあるんですけどね。どうしてこのね、自分を変えるには環境を変えることがっていう境地になったかっていうのはね、短くでいいから。 あの、ぜひ教えてください。えー、以上でございます。あれですね、共産党の、その、任せ,の任せてらんない。うん、まず、もう、たまりにたまりまくってるんですが、<laughs> <laughs> あその、まあ、もう、共産主義っていうのがまず、もう古いというかですね、もう歴史が失敗するということは、もう証明しているというのが、まあ、一番大きいかなとは、 思うんですが、やっぱりその共産主義ってもともとは、まあ、権力をどこに、あの、集めるかということで、あの、まあ、権力がない方がむしろいいんじゃないかという思想で始まったと思うんですが、結局は、あの、スターリンに始まり、まあ、独裁者が出てしまうと、いうことはもう歴史が証明していることですし、まあ、まあ、僕は憲法を改正した方がいいとは思ってるんですが、まあ、共産党はよくですね、あの、憲法改正には反対だけども、 ツイッターで発信していることはですね、憲法っていうのはまあ政治家とか、偉い人を縛るためにあるということをよく共産党は言うんですが、普通に考えたらですね、権力を縛るために憲法があるなら、憲法改正して、より権力を縛れるような憲法にすればいいわけですよ。でも彼らは憲法には改善するのは反対らしくてですね。もうめちゃくちゃゃくですよねで一番 ちょっと長い、長いから一番のその根本は、やっぱり言葉に実感がないなと共産党っていうのは、つくづく思ってですね、やっぱり僕ら実際に生活しているわけですから、いくら平和とか、あの、なんか人々の生活を豊かにするとか言ったところで、それを政策にどう落として、我々の生活にどうそれを実施まで落とし込むのかと具体化する必要があるわけ。 だ,だなと思うんですが共産党のいう理念っていうのは本当に理念として止まっていてですね、まあ、まさに何かニーチェが言うようなニヒリズムが加速するだけなんじゃないかなというのが共産党の僕に対するあの僕の見解です何かすいませんなんかいっぱいル口チっちゃってちょっと一言ずつね言うとねあの本当に共産主義の本質を見抜いてると思います <laughs> 本当にあの私も共産党に入って職員になって国会の首相になってからと全く同じことを考えてました、えーまあね、ただねね問題は、ね なんでこんな共産主義、歴史で、あのー、確認された共産主義い未だに辛抱する人が結構多いですよ。あのー、今ね、あの政治の中で、あのー、例えばなんで野党共闘っていうのは出るかって言ったらね、共産党の票が欲しいんですよ、みんな。あの、共産党の票をちょっと足すとね、あのー、自民党に勝てるって立憲民主のね、小選挙区のレベルのね、総選挙ではね、みんな思ってるわけ。 まあ、せいぜい1万から2万ですよ、あるとしても。でもね、どの選挙区でも1万、2万、まだ共産党を信じる人がいるってなぜなんだろうと。ここはね、問題意識ぜひ持ってください。はい、すいません、次の方。自然栽培がどれだけ大事かということなんですけれども、えっと、まあ、自然栽培。 はなんか農業の枠、自然栽培に限ったことかわからないですけどに農業にとらわれずに、まあ、食とか健康とか環境につながってくるということで、まあ、食べ物をからあのやっぱ体は作られているのでやっぱ食べ物があのやっぱ体を作っていく。で日本は 1> 私1年間イギリスに自然栽培の研修に行った時があったんですけれどもそこでスーパーに行って驚いたことがありましてあの日本だとあのまあ普通に野菜とか売ってても勇気とかはち,ょちょっとずつできてはきましたけどイギリスのスーパーだとどこへ行ってもオーガニックの野菜とかまああの牛乳だったりお肉だったりが並んでてそのなんか感覚の違いにびっくりしまして。もっと日本 で、あのま何、あ、て言うんですかね。そのだから食べ物への意識があの海外と違うなっていうことを思いまして。それがやっぱ健康に繋がってくるのかなっていうふうに思ってます。で、えっ、ー、と。またあの環境もあの農薬とか肥料とかを使うとどうしても土があのまあ、痩せてきてしまうというか、それがだんだんと環境破壊にもつながりますし、微生物とか。 もうあのーまあ、肥料とか農薬とかがあるといけれない状態になっていて環境問題にもつながってくると思うのでそういうふうなつながりがあってなのでそういうなんか自然栽培をすることでもう食べ物も健康も環境もすべての問題になんていうかプラスの面を与えられるというのがすごくあの大事なところかなというふうに思っていますいありがとうございます。 えー、勉強したいと思います。で、あの、私の思いを一言で言うと、自然農業っていうのはおそらく日本に一番向いています。あの、日本っていうのはやっぱり海に囲まれてね、四季があって水が豊かでね、あのー、こんな狭い国土なのに農業に適した土地がどこでもあるって、これね、私は共産党首になってからね、もういろんな縛りなくなって、はっきり言うと世界中歩いたんですよ。 本当にね、農業っていうことをやるときに、東南アジアではね、根っこを腐らせないようにどういうふうにするかとかね、逆に、えー、寒いところではどうやってね、この短い期間に収穫を上げるかっていう点でね、ある意味、あの、その時の出来一つで命がかかっていくんですよね。そういう面ではね、えー、日本なんて、ね、あの、あるねの、農業学者の方、私にその国会主の時言ってくれたのはね、日本なんてどこでも雑草生えるでしょうって。 これ、世界中でどこでもあることじゃないんですよ。日本ぐらいですよって言われた時にね、あ,あこれ、やっぱり日本っていうのはこの条件をね、最大限活かしてね、あんまりいじらないでね、やっていくのがいいんだなってことを感じましたね。ぜひね、えー、若いリーダーとして頑張っていただきたいと思います。なんかそういう面ではね、神谷さんは自然農業の初心者なんでしょ、はい、うん。ということでね、神谷さん教えて頑張ってください。<laughs> ありがとうございます。街づくりとデザインということで、なんか私の中で一番のその問題意識としてあるのが、街づくりって何のための街づくりかっていうところで、そのさっきあの品原さんがおっしゃってくださったように、その人のための街づくりじゃないといけないなっていうふうになんかこう勉強する中で感じてます。なんか例えばその道路とかも、人のための道路というよりは車のための道路の <laughs> ような気がしたり、あの、その住宅とかも、 人が住むための住宅というよりは不動産のための住宅みたいな感じのイメージがあってなんかそのそこに住む人たちがどれだけこう自分たちらしさを発揮できるかとかそのなんだろうな住みたいように住めるかっていうところがなんか重要なのかなっていうふうに思ったりしてますでまあ私があの街でしたいことっていうのが色々ありまして例えばなんか あの、なんだろうな、街のど真ん中でお昼寝をしたり、なんかゴロゴロしながら本読んだり、なんだろうな、あの音楽を楽しんでみたり、あの、野外で映画を見てみたりとか、なんかそういったこう、いろんなことをやってみたいなっていうのがあるんですけど、なんか調べてみると、こう公園とかも規制がめちゃめちゃ多くってできないことがすごくたくさんあって、ボールも投げれないし、火も使えないし、なんかその大きい音も出しちゃいけないみたいな。 そういう縛りがたくさんある中でいやえじゃあこの公園って一体何のためにあるのみたいな疑問を思ったりしますそうですねでまあ,あの自分自身今大学4年生なんですけれどもあの切実に感じているのがあのキャンパス内に居場所がないんですね。でっていうのもなんかお昼ご飯を食べる場所がない <laughs> あのお弁当を買ってじゃあちょっとお弁当食べようって思ったら座る場所がなかったり。 なんか図書館の中では食べちゃダメだし講義室もあまり飲食はみたいになっちゃって私たたちじゃどこにいればいいのみたいればのみなのでこう人がいるっていうことをこう一番中心に据えたこう街づくりというかっていうものをなんか考えていっても面白いんじゃないかなと思ってます。 そしてデザインの部分に関してなんですけどあの今のこう街、まあ、づくりとかっていうのって結構お堅いイメージがあって住民説明会とかもたくさん開いてくださってはいるんですけどそこに参加するモチベーションの上がるようなデザインみたいなものがやっぱなんかちょっとまだ足りないような気がしていてそこをこうどう若者があのあちょっと行きたいなって思えるこうデザインにしていくかっていうところがなんかつながるかなと思います ありがとうございます。本当にいい、あの、素晴らしい問題意識だなと思います。私は、あの、まあ、共産党の、あの、職員になってからですね、地方議員団の指導とかそういうことを随相談とかでやって、やってくる中で、地方、地方のですね、議会でやっぱり半分ぐらいは街づくりの問題が課題になるんですね。で、その時にいろいろ学ばせていただいて、特にですね、私はそれ以来、あの、障害者団体とのお付き合いっていうのを大事にしてましてね、えー、 まあ私が住んでいたり、その共産党の活動している中心地に池袋って駅があったんですよ。池袋って駅は新宿と並んでですね、えー、常に今日まで利用者、乗降者数が世界一、二を常にどっちかが取るというような駅でして、まあ世界でも有数の駅ですが、非常に不便なんですね。何が不便かって言ったらね、あのー、実は、障害者にとって一番ね、利用しにくい駅なんですよ。 だから、ま、毎年10年ぐらいかけてですね、毎年あの視力障害者の方、聴力障害者の方と、お、チェックして歩いて、えー、例えば展示ブロックの、まあ配置であるとかね。あと、デザインもかなり大事なんですね。あの、弱視の方がね、歩きやすいデザインって、柱のデザインとか、あ、階段のデザインってあるんですね。そういうものがちゃんとしてるかどうか。あとね、あの駅ってのは、あ、鉄道事業者がいくつも入ってて、縄張りがあるから、その縄張りごとに全部規格が違うんですよ。 だから分かんなくなっちゃうね、歩いてるうちにね。そういうことをね、通じていろんなことを意見に聞いたり、あるいは展示の,あの表示が逆になってるとかね、いうのをテックしながら思ったのは、やっぱりあの、街づくりっていうのはね、一番その、おー、困難、移動、移動に困難を抱える、例えばお年寄りであるとか、障害者の方、いろんな障害あります。車椅子もあります。こういう人に基準を合わせたときに初めてね、あの、こう言ったらですけど、普通の健康なね、若い人にも、 利用しやすいね、優しいね、街づくりなんだってことを僕は勉強させてもらいました。ぜひね、これはもう街づくりってのはもう、極めてね、直接的な政治の課題なんで、で、大学の居場所がないって話もそうですよ。だからぜひね、えー、その辺で深めていただいて、えー、まあ、松戸さんなんか政策を今まとめてるからね、どんどん意見言っていただいて、街づくり政策もしたいんで、えー、ご協力をお願いしたいなと。ご協力っていうか、リーダーになっていただきたいなと思います。よろしくお願いします。 はい。えー、っと、僕はですね、えー、っと、そうですね、明徳の時にとりあえず環境が一つ変わって、その時にも、えー、っと、感じたことが、親がいないことで生じる不自由さ、ということを感じて、初めてそこで親への感謝を生まれましたね。あと、先輩がめちゃめちゃ怖くて、本当にその、 理不尽で、あの、先生に言っても、全然先生も対応してくれなくて、これは声を上げてるだけじゃなくて、やっぱコビ売ることも大事だな、みたいなことも、あの、体験として思って、で、あの、大学生の時、首相をやらせてもらって、その時は、あの、OB の方たちが近畿大学がすごく多くて、その方たちと連絡を密に取るのが首相の役目だったりしたんですね。そういう時に、時に、やっぱ応援してくれてる人、 人の存在をもう直接感じたことで、やっぱそういう人たちの大切さとか、そういう人たちがどれだけいることで、自分の人生が豊かになるんかな、みたいなことを感じたりとか、あと、加賀に行って自然農法を学んで、プロゴルファーとして頑張っていこうぐらい思ってたんですよ。じゃあ、加賀に移住したら、その自然農法を使っ、を広めたいっていう気持ちになって、そこから米粉たこ焼きを始めようと思ったりとか、そういう風な流れで、なんかその、これはカメさんの言葉でもあるんですけど、なんか情報、 変えたら意識が変わってじゃあえ、情報を変えたら意識が変わって、意識が変わったら、じゃあ、え情報を、<laughs> ごめんなさい、ごめんなさい、えっと、取る情報で自分の意識とか考え方が作られて、その考え方が変われば、そこから行動が変わるっていうの、環境を変えるっていうのは、この情報が変わることだなっていうのを思ってて、この自分が行動を変えるとかなった時に、この環境を変えるってことが、えっと、そ情報が 変わるるっっっっててててことににつなながっていいいんだううふうに思っています、はい、もうなんかセミナーの講師できそうだよね。<laughs> うん、本当にあの、勉強になります。えー、まあ、加賀でね、神谷さんの近くでそうやって働いていただいてて、本当に心強く思いますんで、私も今度、加賀行ったときにですね、またお会いするのを楽しみにしてます。えー、私からは以上でございます。では、次にですね、あの、 まあ今、大体僕らのバックグラウンドとか、まああの、なんとなくのね、全体像を見ていただいたと思うので、なんで僕たちがいろんな政党がある中で賛成党を入ったのかということを、まあ僕たち一人ずつですね、いろんな動機があるので、紹介させていただきたいなと思います。まずは、あの、デシャバリ隊長の僕からですね <laughs>、あの <laughs>、なんで僕が賛成党に入ったのかっていうことなんですが、 これずっと実はいろんな人に聞かれることはあったんですが、あんまり言うのは避けてたんですけど、まあ実は今日のために温めてみたらっていう。まあ冗談として。で、実は僕は最初、賛成党に入る気はなくてですね、あの僕のまあ弁論部に入ってるんですが、弁論部は自民党とすごいつながりが強くてですね、政治を変えたかったら自民党か、 まあそれか、まあネットを見るとですね、結構維新は活発なので、まあ自民党か党か維新かっていう選択肢だったんですね。で、まあ実は、まあこれ誰も言ったかったんですけど、僕自民党の新入生歓迎講演会みたいなのも行ってですね、もう片足自民党に突っ込んでたような人間なんですね。でもその中でもずっと政治に対するその、このままの自民党でいいのかなっていう不安とか、なんかまあコロナを通じてですけど、怒りとかいうのは色々 あった時にですね、まあそのたまたま本当に生徒 DIY のチャンネルを見て、これ面白そうだから、ちょっと党大会もあるし行ってみようと思ったんですね。で、その党大会の前日に、あの、賛成と減税と規制緩和を実現させる会っていう、あの一番大きな、まあ、素晴らしい勉強会が <laughs>。 あるんですが、その集まりに行った時にですね、みんなずっと政治の話してて、いや、日本のここがおかしいよとか、ずっとその話をしてたんですね。で、それを見た時に、なんか僕が自民党とか維新で見たようなバチバチの上下関係があって、なんか上の人の言うことは絶対聞かなきゃいけないっていう雰囲気じゃなくてですね、なんかこんなにフラッ、なんかフラットにみんなで政治の話してて、まあ僕も、 一番下だったんですけど、みんな年齢関係なく話しかけてきてくれて、こういうなんかポップな政治というかですね、こんなになんか居心地がいい場所があるんだというふうに思って、参政党に。じゃあもうここだったら、あの、政治がちょっとでも変えられるんじゃないかということで、まあ、自民党と維新には入らずにですね、参政党に入りました。<laughs> ということなんです。<laughs> <laughs> <laughs> はい参政党に入った理由なんですけど、えー、と本当に最初のきっかけはあの正直言うとノリが一番 <laughs> 大きいんですけどでももともと日本のなんていうか,なんか日本の社会になんとなく疑問を抱くところがありましてでもその疑問を「なんで?」って言われたらなんとなく言語化できないでもなんとなく違和感を感じるっていうところが正直なところでしてだけどその、まあ、なんか日本に生まれたからにはやっぱり。 日本の社会の仕組みを知って、どうして今の日本が出来上がったのかっていうのを知った上で、あの、まあ、生活していくっていうのは、すごく大事だなっていうふうに思っていて、まあ、なんとなく生きていくのが嫌だなっていうのか、そういうのがありまして、で、この参政党っていうのは、その、まあ、えっと、DIY スクールでもありますけれども、今、まあ、今の日本がどうやって出来たのかとか、日本の先人たちの まあ思いですとかそういうことを学びながら今の社会の仕組みを知ってこれからどうしていくのかっていうのをみんなで考えるっていうのがすごく自分の中でしっくりきたといいますかすごく魅力的に感じまして入党させていただきました以上です <laughs> 私もラレちゃんの話にすごく重なるんですが小さい頃からそのなんか学校の教育にすごく違和感がありました。あ

何だろうな目的がはっきりしない進路相談とか,そ,のなんかそういったうーん学校の教育に対してすごく疑問があったのとその、まあ、両親の影響もあって GHQ の話であったりやっぱり日本が骨抜きになるようなその教育がされてるっていうのも話には聞いていたのですごくこう危機感があったり焦燥感とか不安感がありました。でも その学校にはそれをその何かこう思いを共有できる友達はおらず先生などなおさらっていう感じで <laughs> で,でも仲間が欲しいけどどこにいるかわからないって思ってた時に,三に出会っっって、ててここだって思って入りました。えと僕が参政党に入った経緯ですけど、えー、と最初は意識改革大学。 に行った時がきっかけですね。あの、両親が2期ぐらいから先に行っていて、僕は当時その時大学生だったんですけど、たまに和歌山の実家に帰ると、両親が神棚を作っていたり、なんかその神様にお辞儀をしていたり、なんか歴史がこうだよ、こうだよとか急に言い始めて、で、まあ今日は姉もいってるんですけど、ちょ、姉に LINE して、最近なんか宗教入ったぞ。でも本当に僕たち思ってて、 で、まあ、そんな感じで積極的にそう、いろいろやられてるから、両親が。まあ、興味は持ってたんですよね。それで、石海区大学の4期に僕も行くことになって、で、あの、そこで GHQ のことを初めて勉強して、あの、そこで僕は、はっ,ってなったんですよね。やっぱその、 詳しくなんか説明はできないんですけどなんか騙されてるなっていうやっぱ自分で考える力を奪われてるなっていうのは実感としてあったのでやっぱそういうのを築く仲間をもっと増やさないといけないしあの増やしたいなと思ったんですよねでそういう時に参政党のこの若者グループがまずそうですけど、まあ、仲間づくりにめちゃめちゃいいなと思ったんでそういう経緯で参加させてもらってますはい 令和の時代のスタートに合わせて新ししいアプリを作りましたこの度カグラという名前のアプリを作り皆さんのスマートフォンで利用していただけるようにシステムを組みました CGS や石垣革大学政党 DIY それから龍馬プロジェクトといった私が関わる活動の情報を毎日無料で皆さんに配信しています詳しいダウンロード方法は動画の説明欄に書いてありますのでそちらの方からダウンロードしていただき是非さまざまな情報を集めていってください登録をお待ちしています